はい、皆さんおはようございます。旅するオペラ歌手ゆみゆみです。今私はカッパドキアの、ミュージアムホテルに来ています。これから今、7時10分ぐらいなんですけど、今から気球が上がるということで、プールサイド、すごい素敵なプールサイドに来ています。この気球が見たくて、そしてこのプールの、映像を撮りたくて、ここまではるばるやってきました。とっても素敵なホテルで、もうずっと感動しています。さあ、いよいよ、気球が現れそうです。こんな素敵な景色が見れて、ほんと幸せなんですが、皆様にも、こんな素敵なところがあるよっていうことで共有させていただきたくて、ここまでやってきましたので、ぜひ最後まで、ご覧いただけたら嬉しいです。ああ、もうすごい。本当にこのホテルいいから、皆さんぜひぜひいらしてください。ほら、すごいの。本当に綺麗なの。めちゃめちゃ綺麗。何か別世界にいるような気分で今います。いやー、本当にいいホテル。すごい素敵。このね、プールがまたね、いい色なんですよ。そう。ほら、そしてエメラルドグリーンの、ほんと素敵なプールなんです。後でここで泳がせてもらおうかなと思っています。というのは、冬でも入れるように30度に、設定してあるということで、お湯があったかいそうですね。湯気が出てて、すごいポカポカ感が伝わると思うんですが、ほんとね、綺麗なの。ゴミ一つないの。ほんと綺麗。いやー、もうね、たまらない。いやー、なかなかまだ上がらないけど。あ、気球が見えた。いやいや、すごいすごい。これじゃちょっとわかんないよね。ちょっと待ってね。ほら、ここら辺で気球が準備されている。湯気でね、ちょっと見えにくいと思うけど。あ、消えた。そうか、真っ暗になっちゃうんだ。今度は、なんていうの？日の光が入るまではプールは真っ暗です。空に浮かぶ無数の気球を見ると、まるで夢の中に迷い込んだかのような幻想的な光景に感動いたしました。風に揺れる気球たちの色とりどりの風船が空全体を彩っていて、まるで絵画のように美しい景色です。また気球を見ることで、地球の大きさや私たちの存在の小ささを思い知らされました。空に浮かぶ気球を通して、自然の壮大さと登場していることを再認識することができました。
madame, how are you? Good morning. Good morning. Can we sit outside by the windows? Yes. Yes, please stand for the Wow. Oh, beautiful view. Please, thank please. You. My place or view, please. Thank you. Thank you. お食事が運ばれてきました。うわー、すごいたくさんです。チーズプレートにパン。たくさんのペーストやジャム、そして蜂蜜。その中から好きなものをチョイス。パンもこんなにたくさんです。サラダはトマトの入ったサラダを選べました。ペーストもこんな感じでたくさんあって迷ってしまいます。メニューからは卵料理などを選ぶようです。どんなお料理かを説明してくださいました。蜂蜜も卵もこのホテルで作っているものです。もちろん野菜もパンもチーズも。すごい量のチーズ。それではいただきます。美味しいです。メインにこちらを選びました。パンケーキ。メープルシロップとチョコレートソースがついてきました。ふわふわのパンケーキ。そこに大好きなメープルシロップをたっぷりかけていただきました。本当に美味しかった。食後はお紅茶をいただきました。レストラン内はこんな感じでした。暖炉もあって暖かかったです。真っ暗だったプールに日の光が差し込んできました。この日、気温が低く、日陰は地面が凍っていてツルツルでした。
朝、気球が上がっていたところです。ゴツゴツとした岩肌が見えます。壮大な眺め、本当に素晴らしいです。さて、これからこの2階へ。ハロー。あ、ビデオ大丈夫ですか？どうぞ。嬉しい。いや、よいしょ。え、日本語も大丈夫なんですか？ちょっとだけ。ちょっとだけ。でも嬉しいです。うわあ、すごく素敵。ありがとうございます。では今日はよろしくお願いします。マッサージの後、外のトイレを覗いてみました。お手拭き用のタオルがきれいに畳まれていて、とても清潔感のあるお手洗いでした。なんとハンドソープクリームがブルガリです。チェックアウト後はアッパーテラスでゆっくり過ごしたいと思います。時間があるので近辺をお散歩しようと思います。道がいろいろあるので迷路みたいになっていて迷ってしまいます。今ここがどこの道なのか分からずに歩いていました。そしたらなんとホテルの正面玄関につながる道でした。ホテルを出てすぐレストランを見つけました。今日の夜はこのレストランにしようかな。坂道がすごすぎてお散歩これにて終了。
ーヒーをいただきにレストランへ。スタッフさんがすぐ暖炉をつけてくれました。スタッフさんがコーヒーをサービスしてくださいました。いろんなところでサービスが行き届いているホテルでした。ランチも終わって誰もいないレストラン。もともと宿泊のお客様はそんなに多くなかったので、本当に静かに滞在することができました。レストランに飾ってある美術品をゆっくりと見学させていただきました。となります。すごい寒くなってます、はい、そして私もこのホテルを間もなく出なくてはいけません。いやー素敵なワンデイでした。いやー本当にこんな素敵な日をくれるとは思ってなかった。私のカッパドキア滞在も間もなく終わりです、うん、本当に素敵なホテルありがとうございました。いやー幸せ、ありがとうございました。Sesame. Oh, sesame wheat. Garlic again. Thyme. Yes. This is dried tomato and the walnuts. Oh. It's black cumin. This one black cumin. Inside nuts we have the sunflower seeds and the wheat. Sesame, please. Mm-hmm. Another one. Thank you. Okay.ちょっとすごくない私。